スペース入れ替わった吉田。いやーこれをやりたかったんですよね町田、ずっと1点返しました町田ゼルビア。前々節京都戦以来のゴールです吉田真希斗、その差2点に変わります。意地を見せます町田ゼルビア。京都戦ではクロスに合わせたような形でしたけど、こっちの方が吉田君っぽいですよね。そうですね。畑中をコントロールでかわしての最後はシュートでした。鹿島選手が起点になって